僕から離れることも、そうやって遠慮することも禁止にした方がいいね。琥珀茶は品質の高い鉱山茶の一種で、不純物がないから煎茶をする必要がなく、そのまま入れられるんだ。一煎目の琥珀茶は爽やかで甘いから、きっと気に入ってくれると思うよ。一人の友人が開発した品種でね、まだ一般には発表されていないんだ。一般的な価値はともかく、このお茶の価値は琥珀という二文字にあると思うよ。もちろんそれもあるけど、琥珀という名前は友人とその恋人の名前から一字ずつ取ってできたものなんだ。友人はお茶にまつわる家系の生まれでね、己に厳しく性格も真面目で、ハプニングとは無縁の人間だったけれど、ある日彼は一目惚れという意外な出来事に巻き込まれてしまい、それから琥珀茶が生まれたんだ。うん、僕たちと一緒だね。
その捉え方も間違ってはいないだろうけど、あえて僕に言わせるなら、二人の関係そのものかな。僕の友人は恋人に出会ったことで琥珀茶の原材料にたどり着き、結果新しいお茶を開発するという夢を叶えた。つまり逆に言えば、二人が恋に落ちなければ琥珀茶が生まれることもなかったかもしれない。そうだ、さっきの琥珀茶、あなたにも分けてあげるね。そうだよ。でもこれは彼が祝福を込めて送ってくれたものだから、僕にも自分と同じような幸せをつかんでほしいってね。だからこそあなたに送らない理由はない。そうでしょ？おはよう。昨夜はよく眠れたかい？うん、なかなか寝つけなかったから、いっそのことを起きてることにしたんだ。特に大したことじゃないよ。気にしないで。僕を心配してくれてるのかな？だったら今からうちに来てくれるかい？見えるところにいればあなたの心配も減るでしょ。それに、あなたに会いたい。僕は今すぐあなたに会いたいんだ。それじゃあ書斎で待ってるね。
来たね。そんなに見つめてどうしたの？僕なら大丈夫だよ。少し顔に出てるかもしれないけど、平気だから。残念ながらないね。昨日からいろんな方法を試して仕事をしてまで体を疲労させてみたけれど、どれも徒労に終わってしまってね。実は昨夜寝る前に一冊の本を読んだんだ。それできっと本の内容に影響されて眠れなくなったんだと思う。自伝に近い「ルイボスの旅」という本だよ。ここに来るときに見かけたのかい？本自体はただの自伝で、これといって特別なものではなかったよ。この本の著者はルイボスというお茶を使い、新しいお茶の開発に成功したらしくてね。その当時の経験が作中でとても魅力的に表現されていて、つい夢中になって読んでしまったんだ。正直それが不眠にまで発展するとは思ってもみなかったよ。それはつまり、あなたが僕の不眠を解消してくれるということかな？
もちろんいいよ。断る理由なんてないしね。むしろぜひお願いしたいかな。なんでもないよ。それでどこで治療する？ここでもいいし、もう少し落ち着いた場所に移動してもいいけど。そう、わかったよ。うん、先生の言う通りにするよ。けど、メガネは僕が眠った後、先生が取ってくれないかい？先生、治療中の患者を放置してどこに行くおつもりですか？ここぞという時に逃げてしまうのはあまり感心しませんね。続けて。僕は大丈夫だから。そんなに見つめられたら眠れなくなってしまうよ。
僕に触れたいなら別に遠慮する必要はないよ。恥ずかしさを感じた時に話題をそらすのはあまり賢明な判断とは言えないかな。アドバイスするなら、僕から離れることもそうやって遠慮することも禁止にした方がいいね。ここにいて。僕を起こしてしまうのが怖いならなおさらここにいるべきだね。あともう少し大胆になってもいいと思うよ。さっきのことも迷惑じゃないから。僕にとってはそれが一番いい治療になるだろうしね。
ここにいたんだね。ううん、あなたがそばにいた時は確かに眠れていたよ。あなたの治療がちゃんと効いてたんだろうね。でも、なぜか目覚めてしまって、見るとあなたがいなかった。どうやらあなたが僕に与える影響は、日に日に大きくなってきてるようだね。ルイボスの旅を読んでいたのかい？いいよ、たかが一冊の本だしね。それにこの家であなたが何をしようと僕は一向に構わないよ。ところで読んでみてどうだった？そういえば、一緒に同じ本を読んだのは本当に久しぶりだね。あなたは本当にこの本の内容を聞きたいのかい？これがルイボスの旅だよ。この話をあなたはどう思う？おそらくだけど、本の後半を執筆していた時、作者の精神に何らかの異常があったのかもね。そうだけど、少し違うかな。もしもし、森月先生、白川です。あの、彼氏の自伝から何か分かりましたか？一体あの人はどうして自殺なんてしたんです？
琥珀という名前は友人とその恋人の名前から一字ずつ取ってできたものなんだ。友人はお茶にまつわる家系の生まれでね、己に厳しく性格も真面目でハプニングとは無縁の人間だったけれど、ある日彼は一目惚れという意外な出来事に巻き込まれてしまい、それから琥珀茶が生まれたんだ。小山さんだよ。この本の著者であり琥珀茶の生みの親でもあるね。うん、僕も彼の幸せは永遠に続くとそう思っていたよ。けどそれは簡単に弾けてしまう歌方だったんだ。自殺を図っている人間は何かしらのサインを出し、周囲に別れを告げたり助けを求めたりするんだけど、小山さんには何一つその前兆がなく、彼と一番親密な関係にあった白川さんでさえ何も気づかなかった。だから彼が生前にベッドの横に残していたというこの本が唯一の手がかりだったんだ。ここを読んでみて。そうだと思う。でもこの記述からして小山さんはすでに何かしらの幻覚を見ていたようだね。加えてその症状は白川さんと付き合ってからますます深刻になり、本の終盤では限界を迎えていた。小山さんは真面目な性格で自分の人生に予想外の出来事は起きないと思い込んでいた。だからこそ幻覚が見えるようになって自分で自分を制御できなくなった事実が到底受け入れられなかったんだ。そして最後、己の制御が一切できなくなった頃、彼は自分の命を絶つことにした。ここまでが僕がこの本を読んで得た結論だよ。
自分で自分を制御できなくなるということがどういうことか想像できるかい？己の感情も己の行動も何もかもがコントロールできなくなってしまうんだ。それはまるで自身の魂が抜け落ち、他の誰かが中に入ってくるようなもので、自分という存在が暴走し、感情が無作為に放出され、ただただすり減っていく感覚だけが強くなっていく。そして、激しさを増すこのもつれ合いが向かう先は、自己の破滅だけ。あなたはどんな答えが聞きたい？いや、質問を変えようか。もしもある日、僕が小山さんと同じ状況になってしまったら、僕はどうすべきだと思う？恐怖だよ。それを説明するには、そうだね、実際に見せてあげた方が分かりやすいかな。あなたは純粋だと褒めるべきか、それとも鈍感だと嘆くべきか。こんな無防備でいたら僕にされるがままだよ。何を？したいことならたくさんあるからね。例えば、抵抗はやめた方が身のためだよ。出ないと何をしてかすか僕にもわからないから。
すまない。驚かせてしまったね。ごめんね。うん。少し脱線するけど、僕は最近自分の感情が、あなたに対する好意が抑えきれなくなっていてね。僕は今まで誰かと親密な関係を築こうと思ったことも、これほどまでに深い交流を経験したこともなかった。だからこそ今を完璧な状態にしたいけれど、完璧というのは何かしらの計画と干渉によって成り立つもの。僕は小山さんを通して回避できないとある事実を知ってしまったんだ。どれほど正確なコントロールを図っても、感情という不確定要素は制御できない。とね。そのことを気にすればするほど、問題を解決しようと思えば思うほど、僕の悩みは深刻さを増し、結果、僕は恐怖を覚えてしまった。いつか自分も、小山さんのようになってしまうんじゃないか。一度でも悩みが暴走してしまったら、僕であろうと想像もつかないことをしてしまうんじゃないかって。すまない。少し感情的になりすぎてしまったね。悪いけど、先に部屋で休ませてもらうよ。心の準備。手順やルールも大事だけど、僕はその場の風情の方が重要だと思っているから。そういう意味では確かに再現できない味になるかもね。わかったよ。
睡眠不足による症状の一つだね。僕は特に何も感じていないから、あなたも心配しなくていいよ。うん、とても暖かいよ。入れてくれたお茶も飲んでみたけど、あなたが言うようなことはなかったよ。わかるって何がだい？それって、それじゃあ、コントロールできない感情に僕が感じた恐怖については？いや、むしろ特別な味がして美味しかったよ。Thank you.
特別な味を買い。それがもし最悪の結末につながって、僕がさっきのようなことをしてしまっても、なら僕はもう迷わずに済みそうだね。今日は心配をかけてすまなかったね。仕事が思っていたよりも忙しかったのかな。心配しないで、もうあんなことは起こらないと思うから。そう、分かったよ。ありがとう。次はもうそんなところに忘れたりしないから。おはよう、起きてるかい？うん？その顔、今起きたのかな？どうして今日は早いのかって？大丈夫、徹夜じゃないよ。今日は早く会いたくて、起きてすぐに出てきたんだ。朝ごはん？まだだけど、うん、暑くないよ。今日の気温はちょうどいいかな。この前眠れなかったことで、特に気遣ってくれるね。確かに、気遣ってくれるのは嬉しいよ。でもやっぱり、安心してほしいかな。これからは、どんなに些細なことでもあなたに共有していくよ。それなら、安心してくれるかい？具体的には何かって？例えば、あなたの声が好きだ。声を聞くだけで気持ちが楽になる。あと、あの時のお茶も入れてくれて嬉しかった。それから、あえて朝に電話をかけたのも、あなたの寝起き姿が見たくてね。直さなくてもいいよ。寝癖がついてるあなたも素敵だから。すまない。僕が悪かった。もうからかわないよ。誠意が足りない？なら埋め合わせにあなたの髪を整える機会を僕にくれないかい？待たせはしないよ。近くまで来てるから待ってて。